目指せ初段、今回は MAA88923 の将棋を解説したいと思います。この方はですね、将棋クラブ24で12、3級ということですね。で、まあ、最近のテーマとしてはこうじっくりと厚みを築いて戦うということをテーマにして、指しているようです。で、厚みを築くときに、こう心がけたり注意すべき点はどういうところか、また、厚みを生かして戦うにはどうすればよいのかということをこう今回、お悩みとして相談の寄付をいただきました。はい、ではそのことに、注意しながら解説をしていきたいと思います。先手が MAA88923 ですね。はい、で今回は矢倉の対局となっております。まず7六歩、8四歩、6八銀、3四歩と、まあ、そうですね、これはまあ基本的に矢倉の出だしでして、まあ、角道を上げて飛車先をついてこう6八銀と上がれば矢倉となっていますね。で3四歩に6六歩と角道を止めました。で6二銀、5六歩、5四歩と、はい、まあ、先手矢倉模様なんですが、形によってはこう5八飛車とかですね、まだ振り飛車にできますので、後手としてもまあこう矢倉模様の出だしであるんですが、先手が4八銀とか5八金右とこう、まあ、矢倉が確定するような形になるまでは、相手がこう振り飛車に来ることも、まあ、視野に入れつつ指した方がいいですね。でこの場合様子見で一回5四歩と突きました。はい、で4八銀と上がりまして、まあ、銀が上がったので基本的に居飛車ということで、後手も4二銀と上がりました。はい、ここら辺の指し手は正しいですね。で5八金右、3二金で7八金、4一玉、6九玉と、うん、そうですね、この辺りも、まあ、駒組みは、まあ、プロと ほぼ一緒ですね。で5二金、7七銀、はい、いいと思いますよ。で3三銀、6七金右で4四歩、7九角、3一角と角を引き上げました。で3六歩、はい、7四歩に、今回は3七銀左と上がりました。はい、そうですね、まあこれ矢倉戦では、特に相矢倉ではよくあるんですが、まあMA88923 厚みを築くという話をしたんですが、まあ最近のこう矢倉で、特に先手の矢倉側はですね、この三段に上がった銀を使って攻めるので、まあまずは厚みを築くというよりもこう攻める体勢を作っていくというところにこう力を入れた方がいいと思いますね。で3七銀に4三金と上がりました。で3五歩、はい、そうですね、攻めを重視した積極的な指し方ですね。で3五歩に3五同歩、同角と取りました。はい、でまあこの歩を切って取ったので、うん、そうですね、厚みを築くということを、まあ先手矢倉の時はあんまり意識しない方がいいですね。でどちらかというと、まあ、ここで4五歩と突いて、はい、5七角、6四角と角を出ていく将棋ですね。これどちらかというとこの4五の位を取って後手が厚みを築くという形になるので、
で先手はどちらかというと厚みに対してこう反撃をしていく立場ということをこう明確に考えた方がいいですね。で厚みを築きたいならば逆に3五歩から動かない方がいいかもしれないですね。で、角に対して、実戦は、4八飛車と回りました。ただですね、こう4八飛車はちょっと危ない手ですね。これ、まあ、なんて言いましょうか、次放っておくと、こう3六歩と打つ手が狙いなんですね。で、銀が動くとこう飛車を取るというのが狙いで、まあ、その飛車を、まあ、未然に逃げたということなんですが、これ4八飛車と回っても実はですね一回こう3六歩と打たれてしまうんですよね。で取ると香車を取られてこれはまずいですね。で銀が下がった形はこの3六の拠点ってもう一回歩合わせても取った後にまた打たれてしまいますし、あとでこう飛車寄ったとしてもこう角で銀を睨まれてるんでこう取ることができないんですね。なので逆にこう4八飛車3六歩で銀が引いて、まあ、この援軍が出てくとかこう何かされた時にはこの歩が拠点で逆に厚みを作られてしまう展開になるので、もうこれはですね厚みを築くという観点からも逆に厚みを築かれるっていうこともあるので、まあ、こういう場合にどう考えるかっていうと戦い方としてはおとなしく指すなら打ちたいところに打てて3六歩と打った後にこう玉を囲ってこう囲っていってですね、でこの4五歩を突かせたということになるので、この歩を目標に例えば後で飛車回って歩を突くとか、まあ、単について同歩同角という反撃をするといいと思いますね。でもう一つ、まあ、これは最近の感覚で多いんですが、こう飛車を逃げるならばここですね、1八飛車と逃げるのがいいと思います。これ何かというと、まあ、香車に紐つけてるんですね。ちょっと端の飛車は変なんですが、香車に紐をつけて3六歩だけは打たせませんよって言ってるんですね。3六歩は同銀と取っておけば大丈夫ということで、飛車を逃げるなら1八に逃げて、まあ、その後こう銀を立って歩を取りに行ったり、玉を囲った後にこう4六歩から反撃したり、もしくはこう1六歩から1五歩とついてこの角と飛車と香車もしくは銀もこう参加できるかもしれませんしね。で端攻めを狙うというのがいいと思います。はい、なので矢倉の形のこう、まあ、鉄則なんですが、3筋から交換して角出られた時は、4八飛車と回ると大体3六歩と打たれて苦しくなりますので、こう4筋を突かせて後でここから反撃するためにこう3六歩と一回誤っておくか、まあ1八飛車がおすすめですね。1八飛車とこちらによることを覚えてください。はい、で実戦は4八飛車と回って、5三銀と上がりました。はい、で7九玉と玉を囲いに行ったんですね。はい、ただですね、この瞬間チャンスでしたね。まあ、チャンスっていうのは相手が歩を打ってこなかったので、この瞬間6五歩と突く手があったと思うんですね。で7三角と引かせてもう一丁、はい、7五歩と突いて同歩で7四歩と角取りに歩を打ってですね、この角の筋をどかしてしまうんですね。で角が逃げて4六歩と突くと、で同歩と取ったら同銀で取ったり、もしくは同角と取って飛車取りを狙うなんていう手もあるので、はい、これなら結構面白くて、ここら辺が先手が手厚い形に なりますので、まあ、厚みを築く最初の処方は歩から行くので、まず、はい、相手の角をこう歩を伸ばして追い払った上で、さらにこう歩を突いて取って歩を打つような感じで、ここにこう歩が伸びていくのが大事ですね。まあ、ただ実戦の7九玉もですね、まあ、形的には非常に手厚い手ですので、手厚いと言いますかね、まあ、当然の一手なので、まあ、悪い手ではないと思います。で4四銀と上がりました。で8八玉、はい、3一玉と行きましたね。でここで動いていったんですね。動いていったんですが、5五歩、はい、5五歩はですね、これちょっとやりすぎですね。
どちらかというとやっちゃいけない手、はい、特にですねこの MAA88923 なんですが、厚みを築くことをこう重点として心がけてやっているというところで、こう歩を突いていく、これどういうことかって言いますと、今この多分角道を止めたかったんでしょうが、この辺りの勢力は角もいて銀もいてこう援軍もいっぱいいる状態なんですね。一番駒の多いところに先手っていうのはこの角の頭で弱いところなんで、そこを突き捨てていくっていうのは厚みを築くという観点からはこう外れてますので、あまりこうやってはいけませんね。厚み築くなら必ずこっちですね。こっちを突いて角を引かせて、はい、ここも突くというふうにこう、どっちかというと自分の陣地のこう駒がいっぱいいる方からこう歩を伸ばしていくのがいいですね。でこれ何がいいかっていうと、同歩と取ると、これ一回同角と取った手がですね、王手で効くんですね。ああ王手で効いて玉が逃げたら角取りに歩を打つというふうに、こう歩がまず先に行って、こう後からこう援軍の駒が出せる状態なんですね。なので自分の金銀が多いところの歩を伸ばしていくっていうのが厚みの鉄則となります。でこれ角逃げたら、まあ銀とか足す手もありますし、こう角をどかせたので、この相手の厚みを消しに歩で動くと、同歩同銀となれば飛車銀効いていて駒でこう上回ってますので、こちらの駒の前に行くという図式ですね。はい、なので五五歩は厚みとは全くこう真逆の場所ですね。相手のこう駒が出やすい位置で、自分の駒がどっちかというと角が弱いので出にくい位置なので、ここは突いてはいけません。ぜひ覚えていてください。どっちかというとこっちは厚みを無視して攻める場合の攻め方になりますね。五五歩同角、はい、で実戦はここで5六金とですね、金を出ていったんですね。そうですね、まあ昔森下システムとかでこう金が出ていって、例えば角が引いてここに出るような抑え込みの形はあったんですが、その時はこちら側の陣形がかなり整っている形なんですね。なのでこれどっちかっていうと金が短期でニョコニョコ出ていく形なので、あまりこうおすすめできない、さっきの歩でいった方がいいですね。はい、5六金はこう進めできず、逆にこれ本当は歩で取る方が正しかったと思うんですけども、角が近づいてきたので、こういう場合は4六歩とついて、同歩ならば同銀が角取りになって先手取りますので、こちらから行くべきだと思いますね。はい、実戦は5六金と出ました。で7三角、はい、5五金と、あごめんなさい、6五金と出ていったんですね。ただしこれは厚みというよりはどちらかというと金が短期で動いている状態なので、ちょっと他の部分が弱いですね。なのでさっきのように歩が先に前に行って、その後から駒が追いかけていくっていうのが厚みですので、歩を飛び越えてこう駒が出てくるような状況はあまり良くないですね。はい、で実戦はここで3六歩が飛んできました。これ取ると香車を取られてしまうので逃げるしかないですね。2八銀と逃げまして、7二飛車、はい、そうですね、7二飛車はいい手ですね。これ金が出ると、まあ角が逃げる手もありますが、場合によってはこう角を切って同飛車で金を取るっていう二枚替えも狙ってますね。で実戦は7五歩と、はい、ついてきました。で同歩、7四歩、はい、そうですね、まあ金が1枚で頑張ってるという感じですね。これはで8二角、7五金と、はい、取りましたね。で一回7六歩ですか。そうですね、これは金で取るとこの歩を取ろうってことですかね。実戦は同銀と取りました。で5五歩とこちらを伸ばしてきたんですね。そうですね、金銀がこちらに偏っているので弱いところから攻めていくというところで、
これ見ると後手の方が厚いって感じがしますね。で先手はここ取ってるんですが、どっちかというとこう飛車をこう止めているっていう感覚の方が強いですね。抑え込んでるというよりは飛車の攻めをこう止めてるっていう一手ですね。で、はい、6七金と金を上がりましたね。まあ、これはここの地点を守ったんですが、ちょっと心もとないですね。で5六歩同金5二飛車と、はい、飛車使ってきました。うん、これそうですね、あの先手がこう押さえ込みをイメージしてこう金が出ていったんですが、それをうまく逆用してこう後手が咎めたっていう局面ですね。先手のこう金銀がこうなんていうんですかね、単独で上ずってるような感じがしますので、うん、ちょっとそうですね、これ逆にこう崩壊状態ですね。この5筋が弱いとこ狙われてますし、銀がこうなんていうんですかね、負担になっていて活躍してませんので、ここは後手のペースですね。はい、で実戦は5三歩と打ちました。で同飛車5四歩そうですね。でまあ同飛車と取る手もあったんですが、同金とですね、金で取ったのもいいと思いますね。はい、この5筋の勢力がですね、後手の方が明らかに多いですので、ちょっとこの駒が空振り状態ですね。はい、で同金で、6五銀とぶつけました。うん、そうですね、これは多分ちょっと見落としかなと思いますね。同金と取られる手がですね、これ実は取られて困っちゃったんですね。同金と取られて、はい、歩で取ると金がただ、こちらの金で取ると角がただっていうことで、自分から出てったんですが、取られてみるとですね、ちょっともったいなかったですね。でこういう場合どうしたらいいかって言いますと、まあ、ちょっと苦しいんですが、形的にはこの根元にいる角が負担になっているので、こう6八角と1回引くか、7九角と遠くまで引くかして、こう金が下に逃げられるような状態だったり、こう今みたいに飛車が効いた時に金も角も狙われるって状態をこうかわした方がいいですね。はい、実戦は6五銀同金と取られてですね、まあ同金と取ったんですけども、5六飛車と取られてしまいました。取って5六飛車ですね。はい、で自分からこう銀ぶつけていったんですが、ちょっと残念ながらですね、その銀1枚損しちゃいましたね。で6七金と守りました。うん、ここはそうですね、金守るのいいですね。で5二飛車、はい、5四歩、うん、いい粘りだと思いますよ。まあ失敗することは誰にでもありますのでね、その後どうカバーするかということなので、はい、銀は損したんですが頑張って守ったと。ただし、まあ、この金が邪魔なので6四歩と使いまして、そうですね、これ金が逃げると飛車が出るということで勝負に出たんですね。7八飛車6五歩、はい、金を取られて、まあ駒は損してるんですが、なんとかね、こう飛車がこう成り込むように突破を狙っていったんですね。7三歩成で、後手もこれそうですね、同桂とか同角と取っておけばよかったと思うんですね。まあ、ただし、まあ、7七歩は7七歩で、うん、狙いがあるのでいいですかね。同飛車と取らせて、はい、7三桂と桂馬で取りました。これはこう取ったら桂馬で行こう、もしくはこっちに跳ねた時飛車に当てようっていうことですね。まあ、ただ先手もまあ一歩もらったのが大きいですね。で6五歩と、ごめんなさい、これ話の途中でよく上に行きましたけど下ですね。6五歩と取りまして、5四飛車、はい、形勢は後手がかなりいいですね。というのも駒の損得で見ると、まあ、先手が金と銀1枚ずつ損してる形なので、やっぱり駒損が大きいですね。で5四飛車に5五歩と打ちました。はい、で5一飛車と逃げたんですね。
で8四角と飛び出しました。そうですね、後手も間接的にこう飛車が狙われてて焦る形なんですが、まあ先ほど言ったように明らかに駒得をしてますので、まあ、桂馬を取られて同角同飛車成となられたとしてもまだ十分なので、後手側だったらそんなに焦る必要はないですね。はい、実戦は5五飛車と出ました。で5六歩、うん、6五桂と、まあ、桂馬で行ったんですが、6五飛車が普通ですかね。飛車で取っておいて、この瞬間角が鳴ると同角同飛車なりにこう金が取れるんですね。じゃあと言ってこう金取りを守ったとすると、6三飛車と引いておけば先手は歩切れですので、7四に打つ歩がありませんので、これはもう明らかに後手が良かったと思います。まあただ後手としてもね、ちょっと形勢がいいだけに逆にこう決めなきゃということでちょっと焦る局面ですね。実戦は8五桂と取りました。あ、ごめんなさい、6五桂と取ったんですね、こっちに。はい、で先手は7二飛車成と飛車を逃げながらなりました。なんか飛車角両取りになりましたね。ちょっと後手の方が忙しいですね。で7七歩、そうですね、こういう時は多分7九歩と受けておく方が手堅いですね。ここに打たれずに済みますし、こう拠点からのこう壁になるので、うん、これで飛車角両取りだよって言って焦らす方がいいかもしれないですね。同桂と取ったのもまあ普通の手ではあるんですが、相手の攻めがつながる可能性がありますので、取ると取ってね、また桂馬使われちゃうので、歩で受かるなら歩で受かった方、受けた方がいいかもしれませんね。はい、で実戦は同桂と取りまして、同桂成同玉、同桂成同玉と取ったんですね。うん、ここからなんかね、凄まじい泥仕合になってましたね。はい、同玉にもう一回8五桂と打ったんですね。うん、先手苦しかったんですけど、ちょっと楽しみが出てますかね。まあ、あの上に逃げつつこう飛車角両取りになってますので、ちょっと後手が焦るかもしれませんね。実戦も8六玉と逃げました。まあ、桂先の玉寄せにくしという言葉通りの逃げ場所ですね。で6四角、はい、7五歩で、ここで後手も5三飛車とか普通に飛車を逃げておけばまだ後手が良かったと思うんですよ。ただし実戦は9五銀と銀を打ちましたね。なんかよく分かんないけど王手かけられましたね。これで多分逆転したと思いますね。で実戦はこの MAA889238五玉と取ったんですが、これ同角と取っておけばよかったですね。同角と取って、まあ、これ同玉ですと9四金と打たれるので、まあ、角で取っておいて、この7五の地点が気になったと思うんですが、竜が効いてるので角で来ても同竜同飛車同玉と取っておけば上も広いですしね、捕まらない状態だったと思いますね。で何かあってこう縛りの駒とか打てるんですが、玉が3一なんで後で飛車打って抜く手とかも出てきますので、もうこれ取っておけばよかったんじゃないですかね。はい、実戦は玉がこう上に来ました。8五玉、はい、なんか捕まってそうな捕まってなさそうなんですよね。で、まあこれあのちょっと手番が違うんですが、後手側から見たらこれ分かりやすいのはこれ取られたらダメだったんですけど、桂馬だったんで、この場合は角を取って同玉で、はい、普通に7三金と打ってですね、同竜同角同玉で、まあ、5三飛車とか7五飛車と逃げて、これさらに飛車ありますね、飛車角金とこのもう1枚の飛車で攻めてれば、先手は入玉、まあ王様1回入れるんですが、まあ、あの周りに守り駒もいないので、これは捕まる状態というか、ほとんど詰みに近い可能性ありますよね。取って同角同玉で一回7二歩とかの王手もできますしね、香車もいるので、どっかにこの香車の近くに玉が効いた時にこう迫っていく手もあるので、うん、これ取ってこの竜外せばこの玉も安全なので、7三金、角を取ってから7三金が良かったです。
ですね。ただ実践はですね、これ秒読みの将棋なんですかね、結構わけわかんないことになってまして、はい、9四金と打ちまして、7四玉、8四金、6四玉、はい、そうですね、角は取られたんですが、こう取り返すことできましたんでね、これは結構楽しみに出たかもしれませんね。で、5四飛車、5四飛車は詰むならかっこいいんですがね、詰まない形なので、ちょっと頑張って5三まで逃げるとよかったかもしれませんね。こう飛車の横利きを利かしつつ飛車を逃げたと、はい、実戦は5四飛車と回りました。同玉で、これで詰むならいいんですが、これ詰まなかったですね、逆転ですね。5三金と王手したんですが、6五玉でこう下が広いですからね、これは捕まりません。でしょうがないので後手は5四角と王手をしました。はい、で6六玉、7二角と、まあ、取ったんですが、ちょっとここら辺にいる金銀がね、遊んでしまいましたよね。まあ駒得した金銀なんですが、飛車を取り返してもちょうどこう玉が下のままなので、7一飛車がぴったりでしたね。7一飛車、2二玉、はい、7二飛車成と角を取ることができて、これは中段玉が寄せにくいので先手が優勢ですね。まあ、まだ油断はできないんですけどね。はい、で6五歩、5七玉、5九飛車、はい、王手桂取り香取りですね。これは受ける、受けるのしょうがないですね。5八桂馬、で9九を取ったんですが、この場合は後手側からすると2九を取って2八の銀を取って、まあ、銀を手持ちにした方が寄せやすかったかもしれないですね。まあ、実戦は9九飛車成とこちらを取りました。で4一角、はい、5二歩、うん、粘り強いですね。6二角、あ、なるほど、この金を取ってさらにこっちの金を取るということですね。この、まあ、金底の負状態で壁なので、それをどかした後に寄せに行こうという狙いだと思いますね。ただし、はい、3一金と引かれてしまいました。で5三角成、同銀、5二角成、はい、そうですね、角で成ることによって、まあ、次銀取った手がこう竜の王手ということですね。うん、また泥仕合になってきましたね。で4二銀、はい、3四歩、うん、そうですね、3四歩は、うん、厳しい、まあ、桂馬とどっちかが迷いますけどね、歩は歩で厳しいですね。で後手は、まあ、同銀も同馬だったら4二馬と取られてしまうんで、開き直って5九竜と詰めろをかけてきました。で3三歩成、うん、取り方が難しいですね。多分正解は銀だったんじゃないかなと思うんですけどね。実戦は同玉と取りましたね。で3四銀、はい、王手ですね。で、うん、そうですね、これ上に逃げた方が少し難解だったと思う。まあでもそれでも銀引いて次かな、はい、実際は2二玉ともう一回逃げました。でここでこう攻め方が分からなくなって、こう4八角の一手詰めだったので4八桂と受けたんですが、もうこの桂が最終的な範囲に近いですかね。チャンスを逃した感じがしますね。ここの局面はもう2点3点どころか、まあ、5点6点ぐらいして、結構こうどちらが勝ってもおかしくないような局面だったんですが、4八桂のところでは、まあもう一手こっちが詰めろじゃなければ4二馬で勝ち、分かりやすいんですが、まあ、詰めろの状態で考えると、こちらは詰む順がないかって考えた時に、まあ、金と桂馬を持っていて後手の玉が意外と狭いですので、これ実は2三に銀がなると詰んでましたね。
はい、金が下で弱い形ですからね。で同玉で取りますと3五桂と王手して、こう下に逃げるのはどこに逃げても2三金で詰み、で上に逃げたとしても2五に金を打って、これ低い手ですね、引いて、はい、金が出てどこに逃げても金が入れば詰みですね。ここでも一緒ですね、はい。なのでこう桂馬が持ってる時っていうのは意外とこう玉の頭に飛び込んでいきまして、これ美濃囲い相手とかもそうなんですけど、玉の頭に行って桂馬を打つ王手ができた場合って結構詰みに近い形だったりするので、これぜひこうここに行ってこう玉で取る形になる時は2三に飛び込む手を考えておいてください、はい。実戦は桂馬を受けたので、7九角と打たれてしまいました。で6八金打ち、そうですね、これもまあ6六香と打って後手が勝ちなんですけど、実戦も6六香と打ったんですが、ここもですね実は詰んでるんですね、はい、金を取りまして角で取りますよね。で同金に6六金と王手するとですね、これ桂馬なんですが竜の守りを受けてる駒なので桂馬の働きできないんですね、取れないですよね、取ると竜で取られてしまうのでこれで詰みだったんですね。なのでまあお互いにこう終盤戦で結構簡単な詰みを逃してますね。で多分これ詰んでるよって言われると皆さん考えてすぐ詰ますと思うんで、実戦でもそうなんですが終盤になったら必ず詰め将棋だと思ってね、行って行って考えていくといいかもしれないですね。時間がないとしてもまず詰むんじゃないかってことを意識して考えないと、こう後で言われて、あこれ取って同金の金まで3手詰めだっていうのがなんで気づかなかったんだろうってことが結構あったりしますし、取って桂馬もね言われてみるとすごい簡単なので、こういう詰み、まあ、優しい詰みを実戦で必ず詰ませられるようになると、実力は大幅にアップするかなと思いますね。で実戦は6六香と打ちまして、4二馬と詰めろをかけたんですが、どっちか取ってましたっけな、6八角成ですね、はい、金を取って同金同竜と取られて、先手の、NAA8892 さん投了となりました。そうですね、ちょっとこうまあ序盤悪かったんですが、途中からですね相手の攻めに乗じてこう中段に玉逃げ出したあたりが結構面白くなったんですが、ちょっと最後の最後でねこう詰みがあったのを間違えてしまったんですが、ちょっと残念だったと思います。でもう実戦を通してこうお悩みの厚みなんですが、まあ、この将棋以外にも他にも棋譜を送っていただいてそれもチェックしたんですが、こうどちらかというと金や銀を前に持っていかなきゃっていう意識が強くて、本譜のこの6七にいた金もこう単独で前に行くような状態、1枚がこう5段目ぐらいに行って、なんかこの1枚だけでなんとかしようっていう感じがするんですが、まあ、それは基本的にこう厚みとか抑え込みって言わないんですね。どっちかっていうとこう歩が伸びていって歩の下から金や銀が何枚でもこう援軍出せますよっていう状態のもと、こうなんていうんですかね、ラグビーでいうスクラムを組むような状態で前に選手がいて後ろからもこう一緒にこう押し上げていくって状態なので、どちらかというとこう自分の駒がいっぱい、特に金銀がいっぱいいる状態のところのこう駒を伸ばしてこう援軍をこう少しずつこう押し上げていくってことを意識されないと、こう1枚だけ出ていった駒が孤立状態になりやすいですので、そこをこう注意していただければと思います。はい、今回は以上になります。